前回47ステージまで到達することに成功したヤガミ。残りステージは47ステージを含めて残り4ステージ。この4ステージをクリアすることができればそれだけで終わりなのだが、果たしてこのステージ群を踏破することができるのか。まず行わなくてはいけないのはもう一度47ステージに到達することなのだが、まずそれが難しい。ラバーリングアクションという少しの糸のテンションで大きく動きが変わる本作では、同じようなパターンをまず踏めない。同じくらいで話したつもりでも川瀬さんの動きは全く異なる動きを見せる。そして翻弄されるまま死んでいく。練習も兼ねておそらくたどり着けないと思いながらもプレイをするが、結果としては金魚鉢を拝めることになって終わってしまうのだ。可愛く見えるけど八神はムカついていた。しかしながら海原川瀬がよくできていると思うのは、何度もしっかりと体に刻み込めば確実に成果が出るところだった。次のトライ、気づけば八神は残機を4機残した状態で最新ステージに何とか戻ることに成功していた。オッケー、これで新記録タイ。あー久々に来た、全然覚えてない。待って、47自体はもう一方通行なのね。あのドアがゴールでいいのね。よいしょ。で、隙間に打っといて。何が難しくてここで俺は死んだんだ前回。あっと、あれ確か倒せなかったよね。ああ待って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 、これはひどい。よいし、待って、よいしょして、よいしょで斜めに打って、おーっと針に刺さないように自分のことをひっ、むずくないここ、何あれ。あぶね、あと2機しかない、待って、いや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 、ここまで戻すのにお前結構時間かかんだって。おい、もう正直ね、個人でやる YouTuber が受ける苦痛の域は超えている。よいしょで、あーマジか、その結果しんどいな。あーマジで、ちょっと更新したい更新したい更新したい。ここはとりあえず抜けて、この先にはこんな面が待ってるらしいですよっていう状態まで持っていきたい。いや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 、それも地獄だろ。早くボンって、あ、おーっと、あ、でもあいつはでもあれか、やられはしねえのか、ピヨルだけか。おー、位置が悪い位置が悪い、よいしょ。あ、今の悪くない作戦じゃんね。で、よいしょ。いやー、ちょ、戻るに戻れない。オッケー、おーっとっとっと、そこにいて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 、オッケー。さて問題はこうして、まずは反動をなくして左側に体を置きながらこうするじゃん。でも、よいしょー、こうか。48、待って、48、あとこれ入れて3面、上ルートと下ルートがある、もしかして。なんか変なポポポって音がするけど、あー、ないんだ。だからまず、あー、下の小魚、その音する、おい。で、よいしょ、おー、カバン、ありがてー。
ここに来てのカバン超ありがて。よいしょ。 OK。 でドアがどっかにある。え、何何、異次元へのタコか。でもあのタコさ、上から回避すればよくない？だからあんまり長いアクションができないよっていう。あぶね、縛りなだけで。待てよ、次。ほらー、やるヤガミ、ここに来てやるヤガミ。56、待って、56カニもしかして。あー出た、これがボスらしいカニ。そう、これがなんだかボスらしいボス、カニであるです。んんんんんん、何これ、どうしたら勝ちだ。だってこれじゃ当てらんねえもんな。足場がなくなってく。よいしょ、ちょっと当てられるかどうかトライですね。あ、当たんねえや。おたまじゃくしと同じで言えば、避けてることに意味がある。でカニが出て、泡があって、これさ、そこの足場を壊してもらうまでさ耐久しろってことじゃない？なるほど、だからカニさんが全部の足場をぶっ壊しちゃうっていうのを見ていって、でこうやって、あっブシャッポッポン、あと一気、下手したらこれで収録終われるぞヤガミ。結構今大事な回だよ。でこの狭い足場でこの泡をどうやって対処するかっていうのが後半になったら求められてくるよっていう流れなんじゃないのかな。一瞬水の流れバグったよね。だからこう、あっと待って待って、ちょっと一回今のうちに練習しとこう。だから後半はこういう状況の中で、こういう状況の中での移動が必要になってくるってことね。泡かな。まあ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 、ちょっとねここまで、やっと、おい、だってこのボルトはだって背景だもんね、ただのね。カニどこ行った？いたいたいた。だカニがどんどん足場を壊していくのがまずは大事なんじゃねえのかな。動きパターンっぽいもんね。俺が全くいないところの2個壊したもんね。まあまあまあ、不要な橋は渡らない、渡らなくていい時は渡るのやめるか。どっちだ、あー泡か。で泡も、あぶね、あーそれカニと進行方向一緒だとダメだ。ちなみに残機もさることながら収録時間25分経過してるから、そろそろ30分ルールに定着する。でそろそろ28面に飛ばされる。よいしょ、あ待って待って待って、おお、ラストチャンスだからな。頼むぜ。もうすぐそこでバーンって壊してくれてね、中に入ると終わりっつったらいいんだけど。いやー、このカニが出るところまでこのゲームをやったことがないんで、なんか全然わからん。よし、だから泡はピオールでいいけど、カニはダイレクト、ダイレクトデッドだから、そこだよね問題はね。
であれか、今は足場があるから渡りづらいけど、実際には足場がなくなってるからもうちょっと渡りやすくなってるはずなんだ。こうやってね。さーて、でこっち側も入れるんだよな。真ん中だけは針ねえんだよな。だからケースバイケース、降りるのもワンチャンだよね。降りるのもワンチャンありになってくるよね。あと何往復すんだろう。やばい、30分ルールギリだよ。そこ壊す？うん、だよね。もう一箇所ぐらい壊さない？壊さないか。そこまで優しくないか。よいしょ。まあいるなら足場が多い方だよな。泡吐くんじゃねえか。やべ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 。あったあった。下にいればよかったんだ。マジか。戻すわ。ほらもう終盤だよ終盤。辛いな。頑張りましょう。今画面でお届けしているのは書いてある通り15倍速の映像である。途中で八神がめげてリトライをしているなどもよく見ると見えるのだが、何よりもこのゲームの課題としては自分がクリアできない面まで何機残したままクリアできるかである。30分ルールもあるため戻し作業は最大でも30分かからない想定となるわけだが、それにしても集中力と技術力が求められる海原川瀬は少し油断したままプレイしているだけですぐに残機は消滅してしまう。ここで死んだな、ここは苦戦するな、そういうことを一つ一つ体に刻むしか、心に刻むしかないのだ。そしてそことまた対峙した時には着実に、そして確実に対処を進めていく。それだけを繰り返して、なんとかもう一度、なんとかあのカニに会うために。一度ハマると同じところで死んでしまうのは温まりやすい八神の癖だが、なんとか無事にまたカニと出会うことはできたのであった。ある程度思いっきりも大事なんだよな。さて来ました、しゃがみ。さーてこいつだよ。なあ、いや泡はピオールだけだからいいんだけどさ、これだよね。まあでもおたまじゃくしと同じ原理だと思うんだよねやっぱりね。だ多分これ2分ぐらいとにかく生き延びろっていう感じになるんじゃねえかな。よいしょ。とにかく2分ぐらい生き延びてもらってみたいな。ほいほい、よいしょっと。でんで泡か。もうね、キャッチできるやつはねもうすぐさま、おい、まあ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 ね、横とか変なとこにスライドしなかっただけよしとしましょう。でうん、残り3箇所。もうな、そこ壊してほしいな。ね、悪ふざけしてても危ねえから怖えんだよね。悪ふざけしながら言うんだけどさ、泡だろ、全部外側じゃねえか。よいしょ、うわー泡、マジで？あんなミラクルな死ある？えい、もうそれは全然構わんよ。いやーあれつらいな、逆につらいよなあれ。よーいしょっと、
よーいしょっていう、ちょっとしたね区間でね、一気にこうやってダッシュできる練習だけしとこうっていう。よいしょ。これうまく使ったら多分普通のステージでもショートコートできるんだろうな。ちょっと上がる時にポーンっつってさ、だってこんだけの距離があったら、こんだけの高さがあったらね、うまくやればできるんだもんね。さーて、よいしょ、残り一機の意地だよ。泡がさ、最初に飛んだ後に加速するのがいやらしいね。あれ超邪魔くさいわ。よいしょよいしょ。うん、ガチョン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 。さて、泡でしょう。下に行くのずるくねえか。意外とコースいい。カニが過去史上最速の動きになった。さて、多分どっちかの足場壊すよね。真ん中かなと思ったらそんな感じ。そっちはまだもちろん壊さず、まあつってもちょっと気使ったら移動はできるんだよね。そこ真ん中とかで打たないと。やっべやっべ、あー今までで一番いったのに。あーマジかー、進んでるようで進んでねえようで進んでるようで進んでねえ。なんとか23分かけて戻し作業を完了。残機は時期含めて5機。いやマジね、ここのね戻し作業にね約30分かかるの辛い。おーマジかー、そんな早く一機失うけ。どこにいんのが一番幸せになれるのかもう一回考え直してみようぜ。うわー、だからそっちダメなんだ、左じゃねえんだわ少なからず。右ならそうポケットがあるけど、だから最初ってこれ左に逃げたくなるじゃん位置的に。だけどダメなんだね。うわ当たるか。うわマジマジで言ってんの。そんなそんなに慈悲の気持ちも何もなく減る残機って。な、泡を受け止める方法を考えるのもありだよね。だってこの面の後にもう一面あんだぜ。さーてこれで、一回やるか、撤退か。そこ？泡。な、泡は食らっても死なねえ枠だから、そこは開き直るべきだよね。別に当たっていいもんに当たってんだからさ。これ最後にこん中に綺麗に入るってミッションなんだろうな。多分5往復でしょ。いや長えよ長えよ。さて3往復目。よし、時間さ、逆にここら辺からもうあれだよね、泡当たれないよね。足場こうだもんね。逆に食らったらすぐに上に出してこうだよね。いやー終わらせてー終わらせてーよ、いい加減。
おい、もう一匹いねえのか。さーて、まあお帰りになられて、次の泡攻撃を耐えればそこが開くのか、もう一回耐えてあそこが開くのか、どっちかなんだよね。とんでもねえとこに送った。あれ、俺今帰る術が浮かんでない。待てよ、どうなる。ついに最後の足場が崩された。おたまじゃくしで考えればクリアは目前、最終決戦が。とりあえず今の間に。おー、これは絶対の死では。マジでマジでか。そっか、あいついる位置で泡吹くのか。だから下で生き残ってればいいなんてありえないんだ。いやー、また一個ミス慣れちゃたまったよ。でもそうじゃねえんだよ。よいしょ、こっちで泡吹かせた方が楽とかないかなと思って。こっちで泡吹かせたら左側で泡が発動して右側はちょっと避けやすいみたいな。そうなるよね。落としてるね。うわー、あは、もうあれだよ、マジックカニが一匹現れたよ。横の角度になるから対処が難しいのかな。むしろちょっと待てよ。ここで落ちたとかもう笑い話にもなんねえからな。おっぶねえ。なれねえことするもんじゃねえ。慣れないことはしない方がいい。八神は確かにそう言った。では、何をすればいいのか。それは、今まで学んだことを着実に生かすことだ。そして、八神は成し遂げる。史上最高の状況だよ。行くなら今しかねえよ。うわー、一緒に落ちてきたよ。どこでやるといいんだ。じゃあここで吹かせるとカニは行った後に帰ってくるの。だそれがね、結構しんどいはずなんだよ。あっぶねー、来たんじゃねえか。来たんじゃねえか。開く最後の足場。来た。あとはあん中に入る。おい、まだ出んの。待って、あっぶねえ。まだ出んのかよカニ。ずるいよ、なんでそこまで徹底すんのさ。
あ、マジか。見たのに見たのに。あ、もう。よいしょ。ここで受けた方がいろんなリスクエッジができる気がする。ハマった。いくよ。はいはい。うわー、それだよね。それ狙って針置いてるよね。あー、全部罠を踏んでいく。あー、くそー。あー、ピヨってるの治んねーでやんの。おっ、うわー、何やってんだよ。私その後に来た泡は全部相殺できるじゃない一回。あ、あ、あ、無理な数来たろ今。なかなか通常でもお目にかかれない量来たろ。うわー、それ針か。はーい。いや、マジ過去史上最もだよ、きついのは。もはや過去史上最悪の難易度に八神も音を上げてしまうレベル。吸気残しでも到達ができない遥か彼方の頂き。次週、八神は果たして無事にエンディングを拝めるのか。変わり映えのない動画でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。カニが食べたくなったかな。次回に続くよ。